皆様こんにちは、韓中国です。アメリカ司法省はペンシルバニア州の女性容疑者がナンシー・ベルシ下院議長の事務所からパソコンを盗んだとして告発されたことを発表しました。同容疑者は月曜日、ペンシルバニア州の中央地区で逮捕されました。通報者は同容疑者が盗んだパソコンをロシア対外情報庁に売り渡すつもりだと主張しており、 FBI が真相調査しています。ックスニュースの報道によりますと、ペンシルバニア州の女性、ライリー・ジューン・ウィリアムズ容疑者は、議会議事堂への不法侵入、現場での暴力行為、治安を生み出した罪で起訴されました。通報者によると、ウィリアムズ氏は、ラップトップをロシアの友人に送り、その友人がロシア対外情報庁に売り渡す計画であったが、 何らかの理由で頓挫し、パソコンはまだウィリアム氏が持っているか、すでに壊されています。FBI はこの問題について、まだ調査中だと述べました。ペロシ議長の副総補佐官ドリュー・ハミル氏は、1月8日のツイートで、議会が攻撃されている最中に、誰かがペロシ議長の事務室からノートパソコンを盗んだことを認めましたが、ただのプレゼンテーション用ノートパソコンと、 述べました。ラジオフランスアンテルナショナルが引用した後輩新聞の報道によると、ペロシ議長のノートパソコンが1月6日の議会への攻撃中に引退したアメリカ陸軍大佐によって盗まれ、ペロシ議長がオレゴン州のポートランド市長に送った一通のメール内容が公開されました。メールでは市内の民族デモや衝突への対応方法や、 トランプ大統領に全ての罪を被せるようにと書かれていました。しかし、ペロシ議長とポートランド市長は、このメールの存在を否定しており、ペロシ議長の副補佐官は、議会の侵入で盗まれたパソコンは、プレゼンテーション目的で使われていると強調しています。ご視聴いただきありがとうございました。よろしければ、高評価とチャンネル登録をお願いいたします。